どうも、山上です。さあ、ゲイリーズブートキャンプの中にサブストーリーがあるみたいなので、入りますか。ゴロちゃんもきっとここで修行できるんだろうな。おう。よく来たな、マジマの親父さん。ああ。お前に紹介したい男がいる。おお、何もいいや。マジマの兄さんにはな、ナメクジ野郎とか言わない。黒鷹ってもんだ。黒鷹、あんたが真島さんか。相棒か。スナイパーで裏の世界で黒鷹と呼ばれています。聞いたことないで。頼もしそうな。日本は田舎だからな、いずれこっちにも知れ渡るようになるさ。そんなことより真島さんよ、あんたについてきゃゾンビが撃ち放題なんだって。奴ら撃ちまくんのは楽しいだろう。興奮するよな。気が合いそうだな。危ないやっちゃの。ほとんど病気やないか。人のこと言えるかい。うん、親父に打てつけの男です。ああ、舞台野郎同士仲良くやってください。アホかゲイリー、もうちょい綺麗どころのお姉ちゃんとか紹介できんのかい。舞台野郎って言ったのいいんだ。大丈夫、役に立つ男です。よかったら今から連れたこといいです。どう？答えは Yes or No。 No って言ったら殺されそうじゃん。いや、ええやろ、試してみたるか。うん、ええやろ、試してみたる。どれほどの腕かお手並み拝見や。黒鷹さんね。任せときなって。あんたとはうまくやっていけそうだ。気は合いそうだね。合いそうだけど、なんか殺し合いになりそう。終わったのか。なんかが終わったぞ。ん？ゾンビ刑事、ゾンビデカか。第一部。黒鷹デカなのか？謎なやっちゃで。なんで綺麗なお姉ちゃんやないねん。とか言って男同士の方が楽しいくせに、思春期が。え？じゃあ行こうぜ、黒鷹。狭くない？ここで三人ぎゅうぎゅうで。おまりなの隣に座っとるんちゃうぞ、あれこら。おう、そろそろゾンビを撃たしてくれよ。しゃあないろ。連れてったるわ。さすが真島さん、話がわかるぜ。ほら、行くで。連れて行けるようになりましたと。お手並み拝見やな、ほんまに。スナイパーってことは援護だな。そういうことかな。ここから入るんだぜ。ゾンビ撃ち放題だぜ。ゾンビデカ。ゾンビデカってどういうことなんだろう。黒鷹さんがデカなの？それとも中にゾンビになったデカがいるの？ようやくゾンビが撃てんのか。おう。真島さんよ、楽しいとこ連れてきてくれたら感謝してる。この二人やべえな。どう？お楽しみはこれからや。行くで。勘弁してくれよ、命は大事にね。ああ、一掃しろ。なるほど。この広場を一掃したらいいっぽいですけど。相棒、黒鷹さん。言うて射撃精度 C じゃん。スナイパーなんでしょう？うん。一応スキルつけといて。お、で、スキルのおかげで射撃精度が S になりました。まあ、行くぜ。親密度をどん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 開けていこうか。化け物どうしよう。うん。まあ、体力もそこそこあるし。どっか。ちょっと待て、協力な、ちょっと待て。なんだ、行くぞ、俺は行くぞ。ほら来てるぜ。うーいしょ。こんな感じ。なんか化け物変異種とかもいるんだろうな。ほら、俺ばっか撃ってないか。俺が全部やっちゃうぜ。いいのかい、いいのかいって聞いてんだよ。い来てる。あ、強い。俺の敵やったやろが今のは。わしの獲物取るんちゃうぞ。うわ、俺が倒したい、俺が倒したい。クソ、負けてられるか。おら、俺が行くぜ。終わったぜ。なんだ、敵少なかったね。しかしあれだな、真島さんよ、ゾンビになっちまうとみんな一緒だな。ちょっと個性あるよ。アンサムも美人も金持ちも貧乏もね。うん、死んじまえば俺もあんたも同じなんだぜ。いや、それがなんやっちゅう。美貌なんざすぐに衰える。しこしこ貯めた金もあの世には持ってけねえ。おう、つまりよ、やっぱ人生気ままに楽しんだもん勝ちってことだ。西谷誉れみたいなこと言うじゃん。ここでゾンビになっちまった連中はそれまでに十分楽しんだと思うか。好きなようにやりたいように生きるのが正解なのさ。
この俺みてえねな。黒鷹も狂犬？アホらしい。別に興味ないわ。黒鷹怖いぞ。さて次はミレニアムタワー前にでも連れてったろか。はい。それでどうだ。おう、そうかそうか。ああ、お前はやられてんじゃねえか。お前死ぬぞ。え、こっちから行けないんでしたよね、確かね。うん。うん、じゃあ回らないとだ。ミレニアムタワーわざわざ連れてったんで、連れてったんで、助けてー。おい、援護だ、援護、援護、援護。俺についてこ、お前は。自由に。考え方は似てますが、ゴロちゃんちょっと危ない香りがするな。だからやっぱ黒鷹がデカってわけじゃないんでしょうね。おいしょ、道を開けろ。おいしょ、おらおらおら、触れるものみな傷つけていきます。おら、近づくんじゃないよ。おら、もうちょっとだ。ミレニアムタワー前で何か起こるんだろ。真島さんよ、今の聞こえたか。お、全然。何？何が？耳いいね。銃声だ。そう遠くね。いや、聞こえんかったで。俺には聞こえたぜ。劇場の方だ。別に今日のカンブロ町じゃ銃声なんて珍しくね。俺の銃声じゃない？ならあんたはいい。俺はちょっと様子を見てくる。バカ野郎、バカ野郎、違うって。ダメだって。好きにやるってわけかい。ま、それもダメだ。こういうゾンビモノではぐれたやつは危ないんじゃないの。終わったんですけど、第2部。小刻みに小刻みに行くわ、黒鷹の物語で。僕も劇場前にまた戻った方がいいんでしょ。なんなの、行ったり来たりよ、行ったり来たりよ。どきなどきな、相棒が心配だけど、ちょっとこっちも遊びに行ってみよう。せっかくここまで来たので弾薬もろとこう。ここら辺の弾薬をもろてから相棒のこと助けに行こう。絶対襲われてるよ。襲われてるに10万円ベットするわ。ほら、よし、は行って。ごめんなさい、仲間を助けに行かせてくれたまえよ。そんな白状の男とちゃうねん。わしゃ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 、劇場の方っつってた。地下か。じゃあ地下おい、ちょっと来ないで。あ、ゴロちゃんと地下入るのは初めてかもしれないな。はい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 、中入っちゃおう。とりあえず黒鷹ちゃんを見つけよう。ん、違うか。あー、トライバルここにいんの。ちょっと待って、数減らそう。君とは1対1じゃないとあんま勝ちにくいんだよな。攻撃してないよね、まだ僕攻撃してないよね、攻撃してないよね。トライバルちゃん、トライバル、僕もう攻撃しちゃったかな。強固化しちゃってる。行ってきた。攻撃するつもりはなかったんだ、トライバルちゃん。待って、話を聞こう、話を聞いて、話を聞いて。いや、待って待って待ってって言ってるじゃん。おら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 、雑魚は寝とけ。トライバルちゃん、待ってくれよ待ってくれよ。何が起こってるのか、何が、何やらなんだ。トライバルが一番厄介だな。クソ、動きが早いよ。なんで膝蹴りしてくんな。ゾンビが噛んでこいよ、噛んでこいって、噛んでこいってよ。うわ、どんどん増えちゃう、ゾンビがどんどん増えちゃう。トライバルだけやって帰ろう。うしうし、ダメだな、これ。どう、うまい戦い方は何なんだろうか。トライバル、オッケー、飛びかかってこい。終わった、やっと終わったよ。お前はなんだ、お前はなんだ。寝とけカス。よしよしよし、この奥にいるっぽいな。黒鷹、黒鷹、朝倉、黒鷹いた。お、何やってんだ。え、人間撃っていいのかな。ダメだよな、絶対ダメだ。あれは人間っぽいぞ。おい、ん、お、黒鷹やないか。こないなところにおったんか。もう探しに来たんよ。何しとるんや、ちょいと見てこか。よう来たか、真島さんよ。来たかじゃないわい。これが、お前、朝倉かいな。知り、朝倉、マルボーの、繋がった。あんたにだけはこんなとこ見せたくなかったぜ。マルボー第4か。こわもてのデカもゾンビにはかなわんかったか。因縁の間柄ってわけか。マルボーには極道より立ち悪いのがぎょうさんおる。こいつはその中でもクソみたいなデカい。クソみたいですか。あ、噛まれてるね。お前、噛まれたんやろ、ゾンビに。ま、知らん仲やないし、
とどめが欲しけりゃ喜んでくれたらで。悪いが遠慮させてもらう。その代わり一つだけ頼みを聞いちゃくれねえか。いや、とどめは刺しといた方がいいぞ。ずうずうしいな。ま、言ってみろよ。俺はもうすぐゾンビになっちまうんだろ。おう、そやろな。そやろな。そうなっちまう前に神さんと息子に遺言を残したい。お前結婚してたんか。物好きな女がいたもんやな。ゴロちゃんも早く結婚しな。結婚して半年になる。息子は今9歳だ。おい、結構大きな子供が。そうやったんかい。ろくな夫でもろくな父親でもなかった。でもよ、だからこそ最後くれ家族が面倒のねえようにしてやりてんだ。うん、遺言を残してな。泣き落としかいな。やめとけや、似合わへんね。真島さんよ、あんたは俺にとってこの世で一番頼み事したくねえ相手だ。だが足を忍んで頼む。ここまで言われちゃうな。家族に遺言を届けてくれ。頼む。おい、どうすんだ真島さんよ。ま、ええで、最後の頼みやさかいな。そしたら家具もあるか。いや、それが持ってね。持ってないんか。お前でかいやろ、なんでメモ持ってんねん。どうやって残そうとしたんだ。それは俺の仕事のスタイルだ。うん、そしたら黒田が、お前は持ってんか。持ってるわけねえだろ、そんなもん。黒田は持ってない。こんなとこ書くもんなんか手に入るんで。そしたら一度隔離エリアを抜けるか。え、なんやアホらしいなってきよった。え、アホらしくない。紙がないなら電話でいいじゃない。遺言アントワネット出ちゃったよ。遺言アントワネットって何。ねえ、ダメなの。なるほど、ゾンビデカね。アホらしいで、ペンと紙を取りに隔離エリア外抜けて、また戻ってきて遺言書いたら死んじゃうんでしょ、この人。死んじゃうっていうか、ゾンビになるっていうか。もうしゃあないの、行ってきたるわ。サブストのためや、お前のためちゃうで。噛まれちゃって、因縁の相手が。いいね。朝倉さんとゴロちゃんのバチバチ対決とか。そうだよな、キリュウちゃんと伊達さんの関係性が割とおかしいんだよな。まあ、いがみ合ってるからこそ親友になれる。朝倉さんも相棒になってほしかったな。丸棒。とりあえず一旦抜けるか、しょうがねえ。ほら、よし。いや、起き上がるんかい、起き上がるんかい。とりあえず外出て、紙とペン、紙とペンってなんだ。ドンキとかかな。ん、なんだなんだ。あ、真島さん。岡村真島。ああ、なんだ、監督の、お前ら映画屋の。映画屋の。なあ真島さん、朝倉の遺言、別に手紙じゃなくてもいいよ。ビデオ。遺言は何も手紙でなくていい。ビデオレターって手もあるんじゃねえか。おお、お前賢いやないかい。せやな、その手があったで。なるほど、繋がってきた。サブストメンバーいいじゃないか。その遺言も映画の中に出しちゃおうよ。なあなあなあ。え、ついてきてくれる。真島さん、ご無事で何より。いや、こちらこそ。どうしました。ちょっと頼み事があるんや。ギャラの代わりに手伝ってくれ。ちょっと頼み事があるんや。顔貸してもらうで。え、うん、二人を守りながらそのまま朝倉の元に戻れた。なんか照れくせえな。わがまま言うんじゃない。死に損ないが、わがまま言うもんやないで。な、メモで渡すより
よっぽど味あるやろうな。でも子供トラウマになりそうよ。真島さんよ、感謝するぜ。血だらけのお父さんなんて。ビデオ撮る前にゾンビになんなよ。ま、なったらなったでわしが始末したるわ。頼んだぜ。うん、真島さん準備 OK です。いつでも行けますよ。ほな始めようが。久美子、今日一、俺だ、父ちゃんだ。久美子、今まで苦労させてばかりだった。父ちゃんはもう、あ、お前らのところに帰れなくなったんだ。久美子、これでお別れだ。今までろくな亭主じゃなかった。謝るよ。今後女で一つで大変だろうが、今日一のこと頼むな。本当にごめん。今日一、父ちゃんだ。もっともっとお前と遊んでやるべきだった。いろいろ教えてやるべきだった。でもどう接していいかよくわからなくてよ。真島さん、どうしましょう。ファインダーがにじんじまって。うるさい、お前は喋んな。いいやつ。湿っぽい遺言や。まったくだ。せやけど、そろそろ時間切れらしいわ。ああ、そう。朝倉さんも実はゾンビにならないとか思ってたんだけどな。苦手よ。タバコはやめとけ。友達は決して見捨てるな。女を殴るな。長いな。勉強はほどほどでいい。うん、思いっきり人生を楽しめ。いや、京一くんトラウマだって。こんなの見たらもう、俺はお父さんのこんなの見ちゃったら。生まれてきた時か最高に幸せ。さくら、マジか。カメラ止めや。え、こっから先は奴の息子に見せれるもんやない。親父。真島さん、やるしかねえんだな。なっちゃうんだゾンビ。そっか、さくら。もう意識も何もないんだよね。人間の姿を知ってるゾンビってやだな。なんかやっぱちょっと、こいつ凶暴では。え、嘘だろお前。黒鷹、お前がやっちゃったのか。朝倉、最高にわし好みのゾンビになりよったな。で、あ、倒れてない、よかった。手ごわいで。それでこそお前や。いや、結局認めてたんでしょうね。真島さん、他のゾンビが。厄介だな。ええとくやのに。真島さんよ、朝倉が逃げたぜ。逃げんの？ちょっとまだ人間の意識あったりする？ゾンビって逃げることも知ってる？くそね。追いかける？どうしようか、ゴロちゃん。ゴロちゃん？ああ、全滅させてからね。はい。ほら、来い、来てみろ。全滅じゃボケ。俺は一段も降りんぞ。終わったか？終わったのか？聞いとんね。まだ生きとりました。ごめんなさい、黒鷹やっちゃって。お前が行け。お前が行け。俺が行く。終わったか？うん。倒してから追いかけたりますか？3部これで終了か。いい。
サブストのメンバーが揃うのいいね。映画撮っといてよかった。主演俳優が技術さんを顎で使うみたいな。朝倉のやつこんなもん落としてったぜ。写真じゃない、違う、家族の写真みたいな。あーもうコテコテの感動させーの。美人な奥さんだ。家族の写真やないか。ああ映画やビデオは無事やな。ええ大丈夫です。ありがとう。ならそいつは俺が届けよう。お前が、なんや、どういう風の吹き回し。奥さんが美人だからって。あんたこういうの苦手だろうと思ってな。だろ。うん、違いない。まそやな。そしたらお前に任せるわ。ああ。朝倉を、朝倉を殺すのは僕の役目やっぱり。うん。いやちょっと待ってよ。なんだなんだなんだ。終わらないよな。第3部でも終わらない。ゾンビの朝倉どこ行ったんやろな。え、別に朝倉を探すわけじゃないな。トライバルちゃんどうしようかしら。でもこの子になれるべきよね。なれるべきよね。うおらー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 、いってー。トライバルちゃんを倒してから僕は外に出たいと思います。ここでやったが100年目じゃボケ。こらどけーどけー、トライバル以外は散ってくれー、頼むよ。手こずってしまうなトライバルちゃん。いや、中でサブストが起こらないっぽいので僕一回外出てみますか。うん、黒鷹を追いかければ第4部始まるんかな。どう思うゴロちゃん、遺言を渡すって嫌だよね。どんな顔していいかわかんないもんね。うん、おお、やっぱ来ました。ゾンビデカですか。おい真島さん、黒鷹だ。もしもし、聞こえてるか。聞こえてるよ。聞こえてるね。なんやっちゅうねん。京一が、いや朝倉のガキが隔離エリアに入り込んだ。マジ。あ、どういうこっちゃ。京一は朝倉のビデオレターを見たんだ、母親と一緒にな。ああ、そしたら父親を助けに行くって家を出ちまったらしい。男の子だな。朝倉を助けに。まだ生きてると思ってんだよ。あの子はゾンビのこともよく知らねえ。手遅れなんですよね。親父がゾンビになるなんてこともわからねえんだよ。そらそうや。9歳でしょ。母親は京一に GPS 付きの携帯を持たせてた。ああ、それによれば今隔離エリアにいるそうだ。久美子しっかりした子。親父を助けに行ったっちゅうことはビデオ撮った場所に向かっとるんやな。劇場地から、うん、早く助けねえと9歳のゾンビが出来上がるぜ。あかんわ、それきついで。俺は隔離エリアに向かってる。あんたも急いで来い。わかったよ、行けばいいんでしょ。京一くんを助けに劇場地か言うとったな。ち、世話の焼ける親子や。ほんまに9歳の子はさすがに打てんでしょうな。行きますか。また劇場地下に行くんですって。僕入ります。あー黒鷹いた。なんだお前先に向かってるかと思ったら真島さん。朝倉のガキ助けに行くが準備は OK だったやろか。急いで行かんとな京一。真島さんよ、朝倉のガキ探しに来たんだろ。そうだ。せやな、このままじゃ飯がまずうなる。違いねえ、行こうぜ。ガキは劇場地下にいるはずだ。なんだかんだな、乱暴者みたいな装いでも二人は優しいのよね。黒鷹くん行こうぜ。劇場地下 B1 だったっけ。行こうぜ。ああ忙しい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 、つって全然いない。あ、なんだ歩きやすいじゃないの。黒鷹がやってくれたのかしら。行きますわよ。行くぞ。何やってんだお前。ここにもいない。歩きやすいぞ。怖くないか。逆に怖くない。逆の逆で怖くない。はい、うん、京一、あれ黒鷹のおじさん。京一、お前やっぱりここに。無事やったんか。ああ朝倉に化けて出られちゃ
かなわんからな。よかったよかった。あのおじさんは怖いよね。おっちゃんはお前の親父のその何や友達全然ちゃうけど、まあ似たようなもんや。おい真島さんよ。あ朝倉来るよな。坊主隠れとき。うん、これがお父さんなんて思わないよな京一。なあおい、もしかしてこのゾンビってよ朝倉だろう。朝倉かい。一回ゾンビになったら本当に戻ってこれない。朝倉のやつほんまに化けて出よった。こいつは前と雰囲気が違うな。気をつけろ。やつは手鬼の獣だ。さっきより手ごえぞ。朝倉、お前の息子はわしらが守ったる。お前からな。安心して往生せえや。息子の前でなんてなんて悲しいサブストーリー。行っちゃって行っちゃって。うわ凶暴化してる。でも1対2か。1対2のようだ。ゴロちゃん、僕に向かってきてないか。朝倉、お前がやっちゃうのはどうかと思うんだ。僕がやりたい。僕の手で。おらおら来いよ。来てみろよ。お父さんお父さん、京一くんと久美子さんは僕が守りましょう。全然起きない。あれなん、こんな下打ちみたいなこと。まあゾンビ撃ってる時点で下打ちなんだけど、いいのかな。え、何これ。弾切れになるまで撃てってこと。ちょっと朝倉急に起き上がったりする。起きるじゃん、すげえ起きるじゃん。リロードしてこう。なんだ、あんなに打ち込んでも死なないって。さすがだよ、俺が認めた刑事。終わった、急に終わった。いやもう戻ってこないお父さんは。最後まで手ごわかった。朝倉、ほんまに今楽にしてやる。おじさん、もうやめてよ。お京一、京一、もう許してあげてよ。やめてあげて。許すとかそういう問題じゃないんだ。分かったのか、このゾンビがお前の。よくわかんないけど、でももうこれ以上見てられないんだよ。何、なんだかこの人がやれるのを見るととっても悲しくなってくるんだ。京一くんは何か感じたんだ。お父さんとは分からなくともこのゾンビが特別だと。どうしてだか自分でも分かんないけど。もうむしろ一家全員ゾンビになった方が幸せだったりしない。そんなことないか。気をつけろよ。どけ坊主、そいつはまだ死んどる。京一、朝倉、くたばりよって。死んじゃったの。坊主、京一やったな。うん、親父を助けに来たらしいの。せやけどお前の親父は。コロ、お前の親父はあのビデオの後死んでもうたんや。え、全然苦しまんと眠るようにな。そうなの。わしもな、あのビデオレターの撮影に立ち会っとった。せやからもうわしらにできることはなんもないんや。いえー、まっか、悲しいな京一。強く生きろよ。ゾンビの世界なんてこんなことが横行してんだろうね。ごめんな。なんだ今のホストは、冷やかしに来たのか。
お父さん大好きだったんだね。おい、お前なんか坊主慰めたり。そんなこと言われても何言いやいいのかわかんねえよあの、あ、な、何や、どうした。お父さん死んじゃったけど、おじさんたちどうもお世話になりました。しっかりした子。お父さんのビデオレターありがとう。あのビデオが見れてよかった。久美子の教育がいいんだね。おう、これよかったら。いや、いいのいいのに京一。お母さんと二人で頑張るんだぞ。お母さんには早く、なんだこれは、ラブ社員劇場版、ね、ありがたくもろうとくで。いいのか、はい、好きなんだろラブ社員。あの、それじゃ。つええ子だな。本当にあの年で大したもんだ。9歳だよそういやお前、あの子には妙に肩入れしとったな。らしくないやないかい。どういうこっちゃ。似てるんだよあいつと俺は。おお、あ、どこがやねん。俺の親父もよ、デカだったんだ。やっぱり殉職でな。おー、だから京一と俺はそっくりなんだ。ほっとけなかったんやな。俺が言うのもなんだが、親父は立派なデカでよ。それがつまんねえ事件であっさり殉職。人々に尽くして命を落としたってのに、10日もした頃にはもう世間に忘れ去られてた。それ見て育ったせいだろうな。俺はすっかり他人にしらけちまったんだ。おかげで今じゃこんな仕事してる。自分のためだけに気楽に気ままに生きてる。まさかお父様もスナイパーになるとは思ってなかったんじゃない。別に自分の人生反省してるんじゃねえぜ。今さら生き方変えるつもりもねえが、うん、なんでか知らねえけど、京一には俺みたいになってほしくねえって、そう思っちまったんだよ。なんてつまらねえ話しちまったな。あくびが出たとか言って黙って聞いてあげるぞろ。気分直しにゾンビ狩りでもしに行こうぜなあそやな。そしたら張り切って行こうか。ああ、行きますか。お、黒鷹相棒よね、この先もずっとね。いや、終わった。うん、悲しき物語。結局お前もゾンビにならないんかいみたいなサブストばっかだと思ったら、こういうお別れもあるよな。やだやだ、京一くんいい子だったな。龍が如くの世界はみんないい子。うん、とっととゾンビ蹴散らしに行くで。行きますか。はい、ゾンビデカ、ゾンビ刑事、ゾンビデカ、一気に完結まで行けましたね。今日はゾンビデカの日だったということで終わりにしますか。うい、いいんじゃないか。サブストがサク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 ですが、次回はカムロ町ヒルズに向かおうか。さすがにね、ダイゴちゃんにもそこで会えると思うので楽しみです。はい、ご視聴ありがとうございました。